さあ、クロちゃん頑張るよ。あ、違った。うわ、久々になんか視力ならついた。気をつけるかもしれない。腐ってるな、液が。あ、さっきのやつ、古いやつを捨てたんだけど、中で腐れ。なあ、そんな抵抗しないで。嫌なんですよ。薬入ってるって嫌なんです。クロちゃん、クロちゃんがさ、もし吐いたりとかさ、ご飯食べんからさ、こういうことになっちゃうんだよ。なんで家に帰ったら吐くの？病院の方がいいの？病院の子になる？あ、そっちやってないよ、もう。え、やってないですか？鼻、あれじゃない。外来だから。でも今入院してる。ワンクリーン、ホープラ、インタフラ、まあ、インタフラ2回でいいから。病院の子になる？わかった？もうこの辺入ってないんだよ、後ろの辺。多分一応違い出てくると思う。今薬より相当嫌がってた。今が薬じゃ、今度薬なし。うん、だいぶ違う。そういうことね。めっちゃ嫌な薬が入ってると。薬だからやめね。ちょっと家で薬やるのやめてもらおうか。だから発酵してないから。ヘタピンだね。流動脂肪じゃないもんね。薬だけでやってるもんね。うん、チュールはいいかもしれないけど。飲みたくない薬。薬飲まんとね、クロちゃん回数増えるよ。この回数。ほぼほぼ毎日になっちゃうよ。しんどいでしょ、クロちゃん。お母さんもしんどくなっちゃう。あ、ペリヤクス飲ました、さっきの。うん、飲ませてね。あとで飲ませてね。バイオム入れて、バイオムが全部ないですけど。うん、みちゃん落ちだした。はい、食べた。Thank you.
いちご風味美味しいでしょ。舐めたことないけど。じゃあ、あとこしブラシをして、溶かして牛乳。くーちゃん、ここのハゲさん治らんの？おやけのさんやん。で、吸入したらさ、誰だっけ、誰だっけ、椿の部屋の部屋の様子を取ってご飯食べて掃除が終わってれば。